さあ皆さん始まりました。7月の10日、今が16時47分。いつも通りマーケットの分析やりましょうか。日経平均続投バンドークですね。で、PR17.5 倍のラインが今日も上値を抑えてきてると。という流れの中で5番に日経平均上がってたんでしょ。外資入ってますよね。まだね、直近のデータでも海外勢買ってきてる、オイルマネーが入ってきてる、そういったニュースが出てる中で、さあ日経平均ここからどうなるのか、状況のアップデートやっていきたいと思うんですけども、で、僕に関して言うと2013年から7年間証券会社に勤めていて、最終本店まで行ってます。で、ボーナスでなってね、毎年社長賞取ったり実務経験積んできてるので、しっかりとですね、そこを踏まえてこれからの話参考にしてみてください。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。あとメンバーシップでテクニカル分析の勉強会もやってるので、今以上に理論武装していきたいという人がいたら検討してみてくださいという流れの中でやっていくんですけど、251円高、41,831 円ですね。で、日経平均が。で、PR17.5 倍の理論株価が 41,915 円。そこで今日ビタ止めして止まってるんだけども、まだ上昇方向にバンドークなんですよ。日足がボリンジャーバンドのプラス2シグマ、上の青のラインに沿って上がる強烈な上昇トレンドを形成。これが出てるパターンの時は、日柄調整なり一旦大きく下がることによって、上の青のラインから日足が剥がれるまでは、とりあえずは上を追っていきたいっていう状況なんですよね。で、直近で言うならばここ、バンドオーク日柄調整が入って、パラボリックと、マック D が下落トレンドを形成すると、一旦ボリンジャーバンドの中央線25日移動平均線までの、下落が入りやすい。このパターンになってくると、ちょっと目先修正が入ってくるかなっていう状況にはなりやすい。なんだけど、まだバンドオフだからね。で、今日僕に関しては、ほったらかしてます。うん。資産に関しては売ってない。バンドオフを形成してるんだったら、バンドオフ終了のサインが出てくるまで僕は放置しておくってことを前から皆さんに話してるので、まあ、ただね、やっぱし今日もデコボコはあったよね。あとは、川重だけじゃなくて、まあ、三菱重工ね。はい。重工も今日大きく急落してるじゃないですか。まあ、調査対象に入ったっていうネガティブバッドニュースが材料となってるんですけど、デコボコはしてたんですよね。で、ストキャスティックスは過熱感あって、RSI も過熱のラインまで入ってきました。一応、下値のラインは、ここは引いておくけれども、まだまだ先だよね。で、MACD も上昇トレンドを鋭角に組んでるので、依然として強い形ではありますよね。で、ここのラインの後にもう一箇所 41,100 円ぐらいにも抵抗ラインがあるんですよ。別のチャート、ちょっと裏のチャート見てるんですけど、そこを抜けてくると、43,259 ってところが一応見えてくる。で、直近のフィボナッチも引きましょうか。この高値と安値のフィボナッチが一応こういった形で引けるので、レッドゾーンがここですね。42,865 から43,700。ここあたりがちょっとフィボナッチとレッドゾーンで売り圧力が出やすいところかな。うん、ただ依然として強いし、ただね、明日のね、消費者物価指数、アメリカの CPI の発表次第で、為替がどうなるかによってまた状況は変わると思うんですよ。ドル円見てほしいんですけど、今161円の40銭台で動いてるんですね。円安推進。進行中で、ワンチャン CPI で市場予想を下回って改善傾向に向かっている物価の上昇圧力かっていうことになるならば、アメリカの金利低下で円高圧力が入ってくる可能性が考えられるわけでしょ。そこだけが一つ目先の懸念材料。うん。なんでかっていうと、日経平均とドル円は今連動してるからですね。円安株高なんで、4月から5月、6月ぐらいまでのトレンドとはまた大きく変わってきてるわけじゃないですか。これ前から皆さんに話してることなんですけど、で、その変化でもね、初期の段階で気づけたからさ、乗れてるんですけどね、今の流れに。今年の3月までは、円安株高トレンドだったんですね。オレンジのチャートがこれドル円です。円安、日経平均高、円高株安でしょ？ここあたりまで。ただしここ、4月から流れ変わって、円安株安、円高株高トレンドに切り替わってたんだけども、この段階で海外勢は売ってきたんですよ。なんでかっていうと、過度な円安が海外投資家の日本株離れを招く可能性があるっていうレポートも出てたくらいだから。はい、これブラックロックだったっけな？レポート出してたんですけど。はい。それで過度に円安行ってたんで、
で、海外投資家が日本株をバン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 売ってたんだけど、ここあたりから円安株高にまた元に戻ったんですよ、流れが。で、その段階でどういったニュースが飛んできたかっていうと、チャイナマネー。それが中国株からまた抜けて、他市場に、中国株以外のものに流れてきてるっていうニュースであったり、はい。最近で言うと昨日ね、オイルマネーが、まだね、日本株マーケットに入ってきてるんじゃないか、そういった観測が出てるというのが、飛んできて、上の方にババババババって上の上がってるわけでしょ。で、さっきもね、冒頭部分でお伝えした通り、今日の日経平均の動きを見ると、前場は弱かったんですけど、5場から一気にバーって上がってきてるじゃないですか。5場にやっぱし外資って買いの手をバスケットでこう、入れてくる傾向があるんで、5番に買いの手が入ってきてるってところで、それで上がってるってところを考えるならば、海外勢は日本株買ってる可能性があるよね。で、明日投資主体別売買動向が最新のデータで出てくるんですよ。それによっては、それでもしかすると海外勢がまた買ってきてるっていうデータが出てくるかもしれない。あとはね、空売り勢が今丸焦げなんで、そこのね、ことも話さないといけないですね。ここで見てほしいのが、銘柄コード1570ですね。これ何なのかっていうと、日経レバレッジっていう ETF です。はい。どういうものなのかっていうと、日経平均が 10% 上がると 20% 儲かります。10% 下がると倍の 20% 損するっていう、そういった日経平均連動型の上場型投資信託って言われるものです。ETF ですね、一般的にね。これの、今、買い、信用取引での買いよりも、売りの方が多いんですよ。売りの方が多いんですよ。これから日経平均下がるだろうと思って、この ETF に空売りを仕掛けてる人が買いよりも多い状況なんですよね。ボーナスステージが出てます。要はそのショートカバーが炸裂してきてるってところ。空売りの買い戻しが日経平均の上昇に寄与して、今上昇方向にバンド枠を形成している。で、ここでポイントになってくるのが、確かね、これ、昨日夜ライブ配信で分析してて、0.8 倍割れてるんですよね、需給が。制度信用倍率が。買いよりも売りの方がそっちの方が多いんですけど、売りの方がね。ここからここ、下がってるじゃないですか、日経平均。この時って、この日経レバレッジの需給が、売りよりも買いの方が多くなったんですよ。要は、今年の3月、はい。4月日経平均、2月3月バーンって日経平均上がったじゃないですか。この時ってこのレバレ、日経レバレッジの需給は買いよりも売りの方が多かったんですよね。なんだけども、ここで需給は改善してるの。要は元に戻って、ボーナスステージが終了したんですよ。買いよりも売りの方が多いところ状況から、売りよりも買いの方が多くなったんですね。そこから下げに転じてるっていうところを考えるならば、日経レバレッジの需給がまたイーブンになって1倍を超えてくるっていう形になってくると、下げがね、また始まって一旦調整っていう形になる可能性が出てくるので、そこはポイントとして押さえておくべきところなのかなっていう感じがします。とにもかくにも、空売りが増えてる。それは、昨日皆さんにお話しした、ここのデータでも出てきてることなんですよ。見てほしいのが日市場合計の信用倍率。これ何なのかっていうと、マーケット全体で信用の買いと売りが空売りね、どれだけ入ってるのかっていうのを金額ベースで表したデータなんですけど、7月の5日の週に空売りが8000億円台にまで上昇してるんですよ。増えてるんですよ。まあまあ多いなっていう状況の中で、買いも 4.7 兆円入ってるんだけども、今マーケット上がってるので信用の買い手はそんなに損抱えていません。はい、そんなに損失抱えていません。信用評価損益率も低い状態で2桁%いってるわけではないですからね。で、最新のデータで言うとマイナス 4.63% なんですよ。今ちょっとブランクでデータがここ抜けてるんですけど、ここがマイナス 4.63% ですね。だからちょっと入れましょうか。マイナス 4.63%。信用取引の買い手は損している状態ではない。の中で、空売りが増えて日経レバーの需給も売りの方が優勢になってきたってところで、踏み上げね。空売りの買い戻し。空売り勢が丸焦げになってきてると。そういった状況がやっぱし燃料としてブースターとして日経平均を今押し上げてるっていう状況かな。で、おそらくこれを見越してたんだろうね。証券事故買ってきてるから最近。6月の28日の週のデータを見てみると、これ明日最新のデータ出るんですよ。海外投資家が、はい、
6週ぶりに1239億円買ってて、個人投資家逆張りの個人投資家は逆に利益確定売りに動いてるんですよ。だいたい4900億円売ってる。で、投資信託、信託銀行は、まあ、小幅の売買なんで、まあ、無視として、証券事故が4200億円相当買ってきてるんですよね。で、証券事故ってマーケット全体で空売りが急増すると、空売り仕掛けてくる、買いを仕掛けてくるんですよ。要は、ショートカバーを誘発するような買いの手口が証券事故から結構入ってくるんですね。で、マーケットで空、マーケット全体から空売りが、まあ、なくなって引かれてくると、買いから売りに転じるっていうのが、やっぱし今年の2月、3月、4月以降出てるんですよ。コアタイの試合、空売りめちゃめちゃ多かったんだけども、4月になってから空売りが激減してから売りに1兆円ぐらい売ってるんですよ。コアタイで、証券事故は。はい。一生合計の信用倍率。ここですね、3月の22日の週から3月の末にかけてはまだ8000億円超えて、ここでは 1.1 兆円ぐらいあった空売りが、4月に一気に激減して7000億円台、ボトムである6000億円台まで減少してるんですね。これ見てから証券事故は、まあ、買いから売りに転じたと。で、直近の日経レバーの動向であったりとか、信用の売りの動向を見て、おそらく次明日出てくるデータも、証券事故は買ってきてるんじゃないのかなって、あと海外投資家も買ってきてるんじゃないのかなっていう状況ですね。で、海外投資家が買ってくる、で、この並びがいいんですよ。海外投資家買って、証券事故買って、個人投資家売るっていう並びが出てくると、連続して、上昇相場の時によく出てくるデータの並びなんですよね。おそらくそれが出てきてると思う。かな？なんでかっていうと、ドル建ての日経平均が100日移動平均線内を抜けてきてるから、見てほしいのが日経平均割ることのドル円のチャートです。これがドル建ての日経平均と一般的に言われるものであって、海外投資家が見ている、為替の変動リスクを考慮した日経平均はこれなんですよ。重要だったのがこの100日移動平均線ライン、黄色のラインなんですよね。これずっと前から言ってるんですけど、この100日移動平均、黄色のラインを抜けられなかった段階で、海外投資家ずっと売ってたんですよ。5週連続でバーンって。で、100日抜けそうな段階で初めて買ってきてるんですよね。今回。4度目の正直で。で、100日移動平均線抜けて上昇方向にバンドくでしょ。海外投資家順張りなので、そう考えるならば、あるいは買いの手を海外勢は入れてきている可能性が高いという状況だと思います。なので今、いろんな状況はまた被さってきてるんですよね。海外買って、証券事故買って、空売り勢焼かれて、日経平均上昇方向にバンドく、ドル建ての日経平均も100日移動平均線抜けてきてるんで、海外勢もちょっと上目線で見てる可能性があるよね。はい。かつ、NS 倍率を見てほしいんですけど、日本株の優位性が、顕著に現れてるんですよ。これ何なのかっていうと、日経平均割ることの S&P500 のチャートです。要は、分子が日経日本株、分母が S&P500 米国株なんですよ。上がると日本株優位、下落すると米国株優位です。で、これが今上がってるので、マーケットは、米国株よりも、日本株の方が優勢なんですね。日本株強いという状況です。で、これね、2月3月を見てほしいんですけど、2月3月。これ上がってるでしょ。米国株よりも日本株の方が優勢だったんですよ。それを受けて日経平均はバーンって上がったんだけど、4月からこれが下落基調になって日本株よりも米国株の優位性が目立ったんですね。なんでかっていうと、やっぱしアメリカの NVIDIA 半導体株、強烈に上げたからですよね。だからマーケット全体で NVIDIA を買いに行く動きが出てきた。米国株だか。それが出てたんだけど、今は日本株の方が優位性が高いという、2月3月の時に出てきた状況が出てきている。そういうところもひっくるめて、今日経平均が、やっぱこれだけ上がってきてるというのには、いろんな要素がね、被ってきたからですよね。で、ここでね、思い出してほしいのが、ここです。2月3月、日経平均今年とね、3万6000から4万1000まで上がったじゃないですか。その時の上昇要因、主に6つあったんですよ。で、一つが空売りの急増。VIX の MACD デッドクロス形成。日経平均の情報修正。AI 半導体株の急伸。新NISA期待の買い。チャイナマレーであったりとか。まあ、いろんな要素が被ってから、この相場の時は上がったんだけど、今もね、やっぱし空売り増えてきてて、少しずつ。はい。チャイナマレーとかも入ってきてる。オイルマレーも入ってきてる。日経平均も何気に少し情報修正入ってきてるんですよ。AI 半導体株の急伸に関しては、半導体株最近また少し元に戻ってきてるんでね、アドバンテストであったり、新エースであったりとか、あとはなんだ、スマホっていうかモバイル系で言うと、太陽誘電であったり、村田とか、そこあたりも上がってきてるじゃないですか、スクリーンとか戻ってきてるでしょ。
いろいろとね、条件が揃ってきてるんですよね。で、PR17.5 倍のラインも、昨日と比べて引き上がってるんですよ。400円ぐらい。で、ここで見てほしいのが、日経平均の理論株価。これ出し方簡単なので、必ず覚えててください。これですね。7月の9日、昨日時点での日経平均の1株当たり利益が、2395.17円。直近、2358円ぐらいから少しずつ上がってきてて、その関係で、これかけることの PR で理論株価を求められるんだけども、PR17.5 倍かけてもらうという41,915円。さっき言ったラインが出てくるんですよ。で、昨日は41,564円だったんですよ。で、さらに2日前は41,267円だったんですね。41,100円でやったりとか。直近800円ぐらい理論値が上がってきてます。ということは目先の過熱感が少しだけ修正されているような状況なんですよね。で、この理論値ってベンチマークなので、ベンチマークが上方修正されて上がってくると日経平均上がりやすくなるし、逆に下がって下方修正が入ると下落しやすくなるっていう、いや、個別銘柄って同じような考え方ですよ。決算の時に、いや、上方修正入ると株って上がるでしょ？下方修正入ると下がりやすいじゃないですか。それと一緒。ベンチマークが切り上がってきているので、なので今日また1本上の方に上がってきて PR17.5 倍のラインが意識される相場がまだ目先続いてるっていう状況ですね。ちなみに PR16 倍の日経平均の理論株価は38,323円です。で、僕はここあたりで買ってたんですね。PR16 倍のラインでね、タッチした段階で。今の上昇は楽しんで見てます。この2日間ちょっと気持ち悪いけど、デコボコしてたんで、上がってる銘柄、下がってる銘柄はやっぱし半々だったんで、はい。ね、昨日今日で一応プラスではあるけれども、いろんな銘柄に分散してバリュー株とか持ってるんで結構、この2日間の上昇に関してはアンダーパフォームしてる感じですね。資産で言うとね、ちょっと気持ち悪いんですよね。いや、上がってほしい銘柄上がってくれてるから、なんとかそれでね、まあ良しとするかと思ってはいますけど、ね、デコボコが激しいっすよね。とりもかくりも。あ、ちなみにここで買ってます。僕は。こことここで。これ X で事前にもう言ってるので、で、日経平均が上がる前からもここあたりで、キャッシュ率15%ぐらいを残してから結構買ったよっていうのを話してて、で、そこから上がってるんですよね。うん。ここね、止まったの PR16 倍の日経平均の理論株価に止まってるんですよ。で、ここのその黄色のラインのところで、一旦売って買ってっていうのを繰り返してたんで、だからうまく乗れてはいるんだけどね、安く買って高く売るを徹底的にやってた結果ですかね、そこあたりは。ただね、ビックス指数がね、これがね、どうなるかなんだよね、明日なんですよね。ビックスのマックにゴールデンクロス形成してるんですよ。前から皆さんに言ってる通り、ビックス指数っていうのは、市場の不安心理を表す恐怖指数で、ビックスが急騰すると株は急落しやすいし、ビックス指数が下がると株は上がりやすいという期待値がある中で、トレンドの転換点が、ビックスのトレ、あの、ゴールデンクロス、デッドクロス形成から来るんですよ、MACD の。うん。これはね、覚えてた方がいいやつですね、テクニックですね。急落回避うまくしての、今波乗りして乗れてるのは、ここをしっかりと理解してやってたからなんで、4月、これ4月の2日ですね。うん。ここを、要はその転換点に一つずつ、皆さんもね、もしトレーディングビュー入れてるんやったら、ラインを引いてもらいたいんですけど、2月の7日、ビックスのマックディデッドクロス形成。これ上昇スイッチなんですよ。で、ここ。3月の7日、ゴールデンクロス形成。これ下落のスイッチ。上昇、下落、上昇、下落、下落。で、ここで上昇のスイッチが入ってるんですよ。ここは反応してるんですよね。で、今、下落のスイッチ入ってるんだけど、直近。で、日経平均のチャート見ましょうと。この通りに動いてます。基本的には。ビックスとマックディ、デッドクロス形成した2月の7日上昇、ゴールデンクロス形成、3月7日下落、上昇、下落、上昇、下落、下落。で、ここでまた上昇なんですよ。ビックスとマックディがデッドクロス組んで。うん。で、今、ゴールデンクロス組んでるのは、CPI を見越したところだと思うんですけど、一応ね、昨日も話してますけど、バンドークが発生したんやったら、バンドーク終了の際も見ます。バンドークっていうのは本当に強烈なトレンドラインなんで、一旦発生したならば、基本的には含み益を伸ばす、最大にするチャンスなんですよね。なので、とりあえず日経平均上がってるんだったら、バンドーク終了のサインが出るまでは、とりあえず放置しとこうかなって形で、
昨日今日は様子見てますけど、でこぼこある中でね、どうなるかなってところですよね。またビックスマックにデッドクロス組んでくれたら、ね、ここからもう一段落してくる可能性があるから、とにもかくにも明日のイベント次第で、もう明日に関しては流します。最近流したばっかなしなんですけどね。少しね、一部スライスとか入れたけれども、明日は流す。重要イベント控えてるから。重要イベント直前に安易に過度なポジションを取らないっていうのは、一番重要視しなくちゃいけないことだし、あとは信用維持率の管理ね。必ず40%以上に調整はしておく。それしとけば、ワンチャン下の方に下がったとしても対応できるから。はい、皆さんそこだけは明日はもう流します、僕は。明日も流します。安いところで買ってるからね。もう買い終わってるんで、今バタバタ買う必要ないんですよね。流します。明日は流す。髪切り行くんでね。午前中しかも。そういった形で僕は考えてやってますね。で、あとは、じゃあ、ここあたりもひっくるめて、あとは、日本株の過熱感とか見るんですけど、過熱感はないんですよ。騰落レシオは120全部下回ってるので、過熱感はないっていう状況かな。じゃあ、これを受けて、今日日経平均の上下に寄与した銘柄どこだったの？こんな感じです。上昇強度1位、ファーストリテイリング。1.35%上がって、日経平均を1銘柄だけで57位相当押し上げてます。で、その下に東京エレク、リクルート、ソフトバンクグループ、信越、ここあたりがトップ5。逆に下がってるのがレーザーテック。やっぱ重たいね、ここね。ダイキン工業、NTT データ、三菱重工、さっき言った、アクザリオね。あとは住友不動産が下がってるという状況です。主力ネガサ株が強いんですよ。まあ、日経平均への寄与度の高い銘柄のパフォーマンスがすこぶるいい状況なんですよね。それがなぜなのかっていうと、まず見てほしいのがトピックス。トピックス今日上がってますよ、0.47%。ここも強い。バンドーク。バリカムも上がってる。ここから比べると。なんだけど、直近の動きだけで言うならば、NT 倍率上がってるので、トピックスへの寄与度の高い、時価総額の大きいバリュー株よりも、日経平均への寄与度の高い、要はその銘柄ですね、主力ネガサ株であったりとか、さっき言ったファストリ、ソフトバンクグループ、アドバンテスト、東京エレクトロンであったりとか、こういった銘柄の方がパフォーマンスがいいのが、この NT 倍率を見るとわかるんですよ。上がってるから、日経平均良いですよ。なんで、そっち系の銘柄を持ってないと、ちょっと目先の、この1週間ぐらいの上昇には、ちょっとアンダーパフォーマンスしてしまってるっていう状況ですよね。じゃあ、そこを踏まえた上で、主力銘柄の動き見るんですけど、デコボコはしてる。リクルートは自社株買い発表してから、バーンって3.63%上昇ですよね。で、ソニーも強い。昨日5%上がって、今日も1.64%上昇。上昇方向にバンドークなので放置。バンドーク終了サインが出るまで。で、ファーストリテイリング、ネガサ株もバンドークなんですよ。強いんですよ。で、NTT。ここも今日は上がってきたね。もうちょっとなんか上がってきそうな感じもするけどね。で、東京エレクトロンも1.12%上昇で、上昇方向にバンドークです。で、肩透かし食らったのがオリエンタルランドだよね。これね、新しい事業をね、やるって言ったんだけどね。クルーズ事業ね。クルーズ船事業に参入っていうニュースが出てから一瞬上がったんだけど、結局1%上昇。で、ソフトバンクグループも上昇方向にバンドーク。主力ネガサ株強いですよね、相当ね。で、アドバンテストとかもバンドーク働いてきてるわけじゃないですか。怪しい動きまだしてないんですよ。この時点でやっぱしもうちょい上見たい。で、反面、レーザーテックとか弱いんですよね。これね、25日と200日とデッドクロス形成近いんで、今手出せない。無理。俺は手出さん。てか、もう手出してないけど。25日移動平均線、この黄色のラインと200日移動平均線のデッドクロス形成が近いんですよ。重たいんですよ、上値が。レーザーテックは重たい。で、あとはダイキンであったりとか、住友金属鉱山、日産自動車であったりとか、まあ、下がってる中で、今日、やっぱし一番、注目浴びたのは、おそらく、7011。三菱重工だよね。バンドーク終了サインが出てるので、ボリバの中央線25日までの下落、ちょっと見ないといけないですよね。バンドーク、日柄調整が入って、パラボリック、マック D が下落トレンドを形成すると、一旦ボリバの中央線25日までの下落が入りやすいので、で、ここに関しては、まあ、不正の、
ね、金品のところですよね。そこでのその調査対象として銃口であったりその下請けとかがもう入るみたいなニュースが飛んできて、今日急落します。18%ぐらい下がったのかな。ここがね、やっぱし高値掴んでた人たちはちょっときついよねっていう感じですよね。直近大きく上がっていた分、なおさらね、もっと上がるだろうと思って買ってた人たちもいると思うんですよ。川崎市、日本郵政、商船三井はこんな感じでちょっと下がってます。で、銀行株。三菱 UFJ、三井住友、みずほフィナンシャルグループ。まあ、ちょっと横横で動いてるような状況かな。主力銘柄強いんですよね。主力ネガサ株が強い限りは。セットでバンドオークを終了の際見に行きましょうっていう形になりますよね。で、グロース株は反面下落ですね。やっぱしネガサ株っていうか、主軸の中心銘柄が、大型株が上がってきたので、中小型株は直近上がって、まあ、ね、売買積極的に IPO とかもやられてたんですけど、そこから資金が抜けてから大型株の方に儲かったお金が向かってるのかなっていう感じがするかな。で、日本の10年債利回りに関しては、ちなみに上昇で、若干ね、1.086%っていうところ、まあ、直近高値近辺で横横の地合い、もうこれ日銀の動き見に行ってますよね、完璧にね。っていう状況で今のところ動いてます。じゃあアメリカ株はどうなの？ニューヨークダウ、昨晩52ドル安ですね。S&P500 も、は小幅に上昇。ナスダックも、小幅高。即時数トントンですね。即時数ね、日中ザラバチ上がったんだけどね、ちょっと押されちゃったよね、全体的に。まあ明日 CPI だからね、その前に過度なポジションを取るんじゃなくてから調整の方向に全体的に舵切られて利益確定売りが先行したっていうところだと思うんですけど、で、あと WTI 原油が下がってるんで、ということはどうなのかっていうと、原油が81ドルですね。エネルギーセクターが昨晩下がってるんですよ。アメリカの。で、マテリアルセクター、素材セクターも下落。で、全体の方向感で言うとグロース株がまだ強いです、アメリカ株は。GVBI 率を見るとバリュー株よりも、グロース株の方がアメリカ株優勢で動いているので、グロース株がもう一強の時代で上がってるよね。で、その関係で一番やっぱし上がってるところどこなのかってとこ見るんだけど、フィナンシャルセクター、ヘルスケア、ユーティリティ、一般消費財が上がってるかな。あと、情報通信業も上昇ね。個別銘柄の動き見ましょう。主力銘柄。ガーファム、アマゾン上昇。強いね。ガーファム強いね。メタ。0.13%小幅高、NVIDIA 2.48% 上昇、プレでも少し上がってる。はい。テスラも上昇ですね、3.7%。これバンドオフですね、上昇方向に。で、あとはアップル0.38%上昇で、アルファベット、マイクロソフト。ここ、マイクロソフトはちょっと下がっちゃってる感じかな。でも、まだ高値近辺で動いてるからね。明日のイベント次第だよね。で、一番上げてるのが、とりあえずこういったところで、銀行株、バンクオブアメリカであったり、モルガン・スタンレー、ウェルス・ファーゴとかも上がってるんですよ。で、逆に下がってるのが、ユニティ・ソフトウェア、ドキュサイン、オクタ。オクタもね、懐かしい銘柄なんだけど、やってないもんね、もうね。アルコア、オラクル、スターバックス。まあ、スターバックスはいやいやね、本当に。ナイキとかも弱いけどさ、ボーイング、台湾セミコンダクター。シティグループが、NVIDIA とかそこあたりに一極集中で AI 関連メーカーが上がってったじゃないですか。そこを一旦解消して、幅広いところに投資した方がいいよみたいな感じのレポート出てるんですよ。一つの AI 銘柄だけにこう資金を集中して投下、NVIDIA だけ買うんじゃなくて、いろんなその AI 関連銘柄に分散した方がいいよっていうデータが、レポートがちょっと出て、8日に。関連記事は、僕の X の方にポストしているので、皆さんよかったら、まだ見てない人がいたら見とってください。といった形でアメリカ株は動いてる。で、アメリカの金利を見ましょうか。2年、まあ、10イベント控えて2年債、5年債、10年債、20年債利回り。アメリカの債券利回りは低下ですね。ちなみに日米金利差は下落なんで、円高に行ってもおかしくないはずなのに全然行かない。なんでかって、政治が悪いからですよね。しか考えられない。ここあたり何も言いたくないね。
で、あとはその中国株、上海総合指数、香港ハンセン、深セン総合指数弱いんですよ。まあ、深セン総合指数なんかちょっと戻しそうな感じするけどね、目先短期的にね。中国株が下がってるので、中国株から日本株市場であったり、アメリカ株とかに、要はマネーが動いてます。で、これ見ても明らか。今、マーケットは中国株よりも日本株の方が優位性は、要は高い状況なんで。これ、香港、上海、香港、ハンセン指数割ることの日経平均の、要はそのチャートですね。はい。今、日本株の方が優位性が高い状態です。これが上がってくるとね、チャイナマネーまだ引っ込まれ、抜けてくる可能性があるから、日本株市場から。まあ、そこは見ておかないといけないけど、とりあえず今、日本株の方が優位性が高いという状況。で、ビットコインもちょっと戻して上がってて、200日ラインで打診買い。950万ぐらいまで、また再度上げてきてる。一旦ボリバの中央線25日まで上がって、そこでもう一回下がってくるのかどうかを見ていくっていう、そういったレベルかな。で、アメリカのリートは小幅高、日本のリートは下落という形で、不動産、投資信託ですね。リートですね。そっち系は、まだ弱いよねっていう、そういった形ですよね。安定資産である金は？ゴールドは上がってる。ドル指数は若干下落か。ドクターカッパーも下落。で、その他の通貨見ましょう。ユーロ円。やばいよね。174円。ユーロからバイクのパーツを輸入できない あれ欲しいな。ポンド円。あ、いいよね。ブラジルレアル円。ユーロドルはちなみにこんな感じで、ユーロ買いの方。韓国ウォンも相当安いもんな。もうこれやめてほしいよな、本当に。出てくるんだけど、円のこのね、弱さ。本当に。こんな状態にして。昨日、焼肉屋さん行ってきましたけど、自分の好きな。最近焼肉屋さんの倒産件数増えてきてるじゃないですか。物価の上昇圧力であったり、円安圧力で。どうにかしてもらわないと困るよね。お気に入りの、焼肉屋さんつ、もうね、もうね、きつい言うてたもんね。値上げしていいですよ。すればいいじゃないですか。行きますよ、私、みたいな言いましたけど。きついよね。で、なんかその、別に日本だけじゃないけどね、その倒産件数が多いというのは。さっき皆さんに X の方でポストしましたけど、ドイツの倒産件数、上半期は前年比41%増、予想大幅に上回るっていうのが、出てたりもするんだけども、ね、状況なんとかしないと大変ですよね。上田さんも、金利上げるに上げれないよね、この状態で。一部上場企業は儲かってるのかもしれないですけど、内需相当きついですよね。なので、とりあえず、まあ、それはさておき、現状のマーケットの分析やったんですけど、バンドークなので、上昇方向に基本的に放置してます。で、さっき言った通り、日経レバレッジの需給動向ですね。あれが、制度信用倍率が1倍にまたなってきて、要は需給ボーナスが改善された時に、ちょっと下落圧力が発生しやすくなる可能性がある。今のこの日経平均上昇、ショートカバー巻き込んでるんでね。空売りの買い戻し、空売りで焼かれて、こう燃料とされて、大相場を形成し始めてるので、ここはちょっと皆さんポイントとして見ておきましょうか。あとは明日の CPI、そこ次第っていうところですね。で、今日の夜のライブ配信に関してはやるかどうかってちょっと悩んでて、やるとするなら、もしかすると限定ライブになるかもしれない。この動画の下の概要欄の方にリンクを載せておきますので、その場合は。22時からライブ配信するので、皆さんそのつもりで準備の方よろしくお願いします。あとはですね、もしかしたら通常公開になるかもしれないけど、これはこの動画の再生回数次第です。みんな頼むで、ほんまに。高評価ボタンとコメントもお願いいたします。はい。あとは、明日の夕方の配信はお休みです。で、明日は CPI の発表ライブなので、皆さん、9時にですね、9時に明日はライブ集合でお願いします。明日の。
明日9時ですね。夕方の配信はお休みなので。というわけで、今日のライブ、今日の動画配信はこれでおしまいです。最後よかったらチャンネル登録と高評価ボタン押しておいてほしいのと、あと、メンバー入り検討してる人がいたら、はい、ちょっと入ってみてください。テクニカル分析の勉強会やってるので、この試合でみんなでさらに、はい、今後のために理論武装をさらに進めていきましょう。お疲れ様です。撤収！